チャオ。1月3日、三が日最後の日。パン禁断症状が出てきたあっちゃんです。ということで、今日はね、パン食べます。でもね、まだ今日もキッチンに立っちゃダメな日なんでね、洗い物が溜まっております。溜まっておりますが、洗っちゃダメなんです。はい。三が日は、お母さんはお休み。キッチンで作業はしない。これがね、奈良、あっちゃんちの風習なんで、あっちゃんちがね、風習なんです。こっちの方のね。だから、結構薄れてきてね、今はもうなんかようわからんようになってきて、お母さん一生懸命働いて頑張ったはずということで、あっちゃんは風習にのっとって三が日はサボります。はい。ほらほら、普段サボっとるってコメントしてるやつおるやろ。正解。サボったもん勝ちやんな、人生。人生真面目に生きたらあかん。サボれサボれみんな。はい。ということで、今日声低いやろ。声出えへんね。さやな。大晦日12時間ライブして、昨日10時間ライブしたら、そら声も出んくなるわな。しゃあない。おっさんになってるけどごめんな。ということで、お正月らしいパン食べましょう。はい、正月明け一発目の朝ごはん、濃いな、ごめんな。はい、朝ごはんじゃ一発目の、パン動画ね。はい、よいしょ。豚人参ね、子供も食べたいけど、持っていってたのか。イカ人参はイカ人参で食べたいっつったけどね。子供もイカ人参だけに、置いとくけど。よいしょ。ちょっとね、あんねんけどね。イカ人参を。あ、ちょっとしょっからいからね。あんまりのせすぎてもあかんねんけど、でもやっぱりこう、食べたいよ。まんべんなくね。はい。日本語間違えた。それと、これに、チーズのして入れてくる。入れすぎた。リンゴついちゃいますね。まあいいか。あれだけ入れたらいい。よし。酸っぱい。いただきましょう。はい、焼けました。イカ人参ピザトースト。はい、ではいただきます。酸っぱ。ちょっと声戻った。はい。いや、もう今日ね、三輪神社に来るってて、めっちゃ晴れてんね。晴れ女伝説。更新です。やねんけども、教育やめた。明日にするわ。3日、三が日、昨日、やっぱ混んでたって言ったし、やっぱり三が日しんどいから、あっちゃんいつも三が日行かへんから、4日目に行くから、今年も三が日いるか、今日はね、映画でも見ようかな。では、いただきます。ベロ感が、明日三輪神社行ってで、明日三輪神社行って、今日ちょっとなんか買い物行ってこよう。あくまでも、三が日は、何もせずゆるく過ごす。キッチンには立たない。動画撮らなあかんな。まあ毎年のことながら元旦の集計出たけど、まあ散々。去年と比べてみようか。あれ、比較使えなくなった。アナリティクス使えなくなったの。使いに行く。うん、ああ、そっか。去年はまあまあ良かったのか。これそんなにがっつり上げへんかったからか。ちょっとしょんまりやったよな。うん、そういうことね。動画数が少ないってことか。まあいいけど。まあ今年は頑張るぞ。ということでね、まだ休みのあっちゃんやけど、ね、やっぱ一日、動画数ってすごい大事やなと思う。おいしいなこれ、イカ人参。うん。イカ人参にチーズ合うわ。もうおせち全部食べ終わってね、今日の晩ご飯ないねん。何ようかな。お昼もなんか適当に食べて。つまみつまんでただけかな。お酒飲んだら買い物行かれへんか。ちょっと買い物だけ行ってからお酒でもかな。どうしよう、さっきお買い物行こう。あとはね、服を取り入れるってことでいろんないい食材を食べたりしてね、食べるものから始まる。太るけどね。鶏肉買ってきて雑煮作ろうかな。作られへんかったから鶏肉と三つ葉缶忘れて。雑煮とも違ったらね、それ一食作れるし。徹底しててね、うちほんまに大晦日にお雑煮作って、お父ちゃんがね、でもう完全にかまどさんを止めて、かまどもガスコンロでね止めて、でストーブの上に乗っけて部屋で温めてね、一回作っとくでしょ、夜に、大晦日の夜に作って、で大晦日紅白見るでしょ、その頃で終わって、ゆく年来る年終わって、子供らは夜更かし OK やねん、大晦日の日は。やったらね、お母ちゃんはもうこっちで部屋でゆっくりして、でお父ちゃんが雑煮を作るね、大根とか人参とか刻んで、でだしで炊き込んで、お味噌で味付けて、で置いとくね。でその日ももともとほんまは12時前に美和さん行って、で美和さんの焚き火のとこどんどんとこから火をもらって、火縄をもらって、で車から手出して火縄振り回しながら消えんようにして持って帰ってきて、でその火でガスコンロつけて炊くねそれがほんまのらしいね、やってたけども、そんな途中から1000円だったけどね、ガスコンロ普通に炊くときは。夜中に美和さん行かへんだったけど、だって夜中にこもったら紅白途中で見終わらないからあっちゃんの方が連れて行ってくれん、置いていかれんねんけどでまた初詣は年明けてから行くね、4日とかね、三が日ずらしていくね、うちはね。で、元日は近くのちっちゃいって、で三が日外れてから三輪神社行っとってんけどね、今年はまあね、こんな感じ、ゆるゆると。でだからかまどには立たないっていうのが習わしで、女性は三が日キッチン作業しない、お母ちゃん妹ね、お父ちゃんがほとんどそういうのやって、で洗い物もしない、だから流しとかかまどさんは動かさない、でお父ちゃん炊いたやつを食べるちょっと前にストーブの上ポコンとのして、部屋で温め直してで食べててね。今もストーブがねファンヒーターになってるから、もう関係なしにお父ちゃん自分のこの部屋で普通にお雑煮正月作っとったけどねこっちはうちはね、まあかまどさんを3日間止めようと思って、かまどさんにもなんだ鏡餅して、鏡餅ってどこにするのかなと思ってたら、かまどさんがええんやって、お仏壇とか用務化してたんやけど、そうじゃなくかまどさんに鏡餅をするのがいいねって。でお仏壇には正月の花、仏花は花じゃなく松とか鉄を備えして、でそんなだけでいいらしい、でもいろいろ習わしあるんやなと思って、いろいろ勉強するとね、これ毎年毎年新たに知ることがあって面白い、でもこういうのって継承していかなあかんなと思うんだけど、薄れていってるからね。あっちゃんも分からへん、昔のことも全然知らんし、でうちもおじいちゃんおばあちゃんが おった家族じゃないからね、そのおじいちゃんもあっちゃんのおじいちゃんおらへんし、2人ともあっちゃん生まれる前に亡くなってるし、おばあちゃんもお父ちゃん側のおばあちゃんはあっちゃんが子供の頃に亡くなってるし、幼稚園の頃に亡くなってるし、でお父ちゃんは次男やからおばあちゃんと一緒に住んでないしあっちゃんのおばあちゃんも一緒に住んでなかったね、うちの、お母ちゃんの妹さんの一緒に住んでたから、まあ、よううち切れたけどねしょっちゅううち切れたけど近所やったから、まあそんなんやからね、あんまり、まああっちゃんおばあちゃん子やったからいろいろ教えてはもらってたけどね、あっちゃんまあまあ他のなんだろう孫の中ではあっちゃんとねいとこのお姉ちゃんはおばあちゃんとよく会ったけど、他のねいとこの兄ちゃんとか弟と妹はあんまりおばあちゃんとは話してないからねでまあそんな感じで、おばあちゃんには可愛がられてね、そんなんやっていろいろ教えてはもらったけど、それでも分からない。だからあっちゃんちょっと古臭い風習とかよう言ったりすんねんけどね、言われたりすんねん、うん、まあそんなどうでもいいな。はい、まあ、そんなこんなでね、今日、1月3日もゆるっと朝ごはん食べました。パン禁断症状が出たので、ね、パン食べてやっぱ美味しかった。でパンにイカ人参チーズ合うよ。美味しかった。ごちそうさまでした。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、今日コーヒー飲んでないな。また後で作ろう。ということで今日はこの後、Amazon プライムで美和さん今日天気すごいいいねんけど、美和さん天気はいいんやけど空がちょっと暗いな。まあまあどうでもいいねんけどね。うん、まあ、明日でも行こうかな。うん、そんな急いで行こうでもないし、もう今度のが嫌やから。でも4日土曜日、日曜日、5日日曜日でしょ。だから多分今度は混むと思うけどね。まあ三が日外した方が人は少ないかなと。もう嫌な人混みなんか行くのがっていうあっちゃんでした。では明日行ってきます。またね、バイバイ。まあね、なんていうの、別にロケとかそんなんじゃなく、ね、普通にお参り行くだけのことが、まあ撮影はしてくるけどね、そんな誰になんとかじゃないんでね、ゆるっと行ってきます。ということで今日は、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、久々にパン、今年2020年初めての、パン、朝ごはんパン、まだお正月三が日やからね、お正月といえば、イカ人参ということで、イカ人参のチーズトースト、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援、コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。めっちゃ美味しかったよ、イカ人参のパン、合うんで、ぜひぜひやってみてください。ではまたね、バイバイ。